リンゴです。今回は三が日セレボの再販が決定したので、ローズを使ってポイン稼ぎをしていきたいと思います。いや、三が日セレボの再販は正直めちゃくちゃ嬉しいですね。自分も通信エラーで行けなかったり、つむつむ自体をプレイできなかったりしたので、今からポイン稼ぎをしてしっかり三が日セレボを楽しみたいと思います。ちなみに今のコイン枚数は、頑張ればいいだけだし、ゼゼゼ全然焦ってないですけどね。というか、大晦日セレボでローズが復活してしまったので、三が日セレボで復活しないのがかなり残念です。とはいえ、三が日セレボはめちゃくちゃ強いツムがたくさんいるセレボなので楽しみですね。自分は2日目のゲダイと3日目のシーバズを狙うつもりですが、皆さんは何日目のどんなツムを狙いますか？よければコメントしていってください。というか、ローズ本当に苦手なんですよね。こんな風にロンズができないと何これ？ってなっちゃいます。今自分が使ってるローズはスキル3なんですけど、上手い人が使うと7000枚くらい稼ぐのに、自分が使うとめっちゃ上手くいっても5500枚くらいしか稼げなくて、自分が下手だということを実感します。でもやっぱり自分が使って楽しいと思うチームで遊ぶのが一番良いことだと思います。何の話をしてるんでしょうね。お分かりいただけただろうか。おい、なんでだよ、おかしいだろ。つながってたら絶対30後半の消去数出てただろ。悔しい。そこまでにしなさい。これ以上の涙を流しながら練習することになるからやめなさい。それよりあと5秒で何ができるっていうんだ。待って、このままじゃな。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも面白いと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。